心診療所チャンネルご質問にお答えします今回はカウンセリングで治療したいについて見ていきたいと思いますよろしくお願いします今回お受けしましたご質問は薬よりもカウンセリングで治療したいというご質問になります答えとしてはできないことや相性もあるというふうにお答えしたいと思いますこのカウンセリングで治療したいというところを見ていきますと 薬は使わずカウンセリングで治療したいとのご相談を受けることは少なからずあります。薬と比べると、ある種の万能感のあるものとしてカウンセリングというのは言われる場合があります。実際、相性があるというところ、確かにうまくいくこともあります。しかし一方で万能ではないところもありまして、疾患や相性などではうまくいかないこともあります。カウンセリングとはを振り返っていきますと、これは 心理師さんなどと原則1対1で例えば1回50分など時間をかけて対話をすることになります原則定期的に繰り返すことによってメンタルなどの改善を図っていきますほぼ一方的に話して聞いてもらうというタイプのものもありますし話し合うことでいろいろ考えの癖などを見直すというタイプのものもあります大まかに分けると2つ言われまして1つはいわゆるロジャース式といいましてまあ心理師さんが聞き手に回って もう話すすこととでで気持ちを整理していくといくううタイプですもう一つがいわゆる認知行動療法でして考え方や行動に着目して話し合いながらいろいろなカウンセリングの機能というのを代表的なものを見ていきますとまず人によっては指示的に話を聞いてもらって発散するという効果を言われる方がいらっしゃいます。そして 話すことを通じて心理面、気持ちの部分を整理して今後に生かしていくこれが本来一番強みになるところだと思いますもう一つがいわゆるコーチング的な相談を受けつつも社会技能や考え方の調整などそういった技能を獲得していくというところこれは認知行動療法でよくやる方法になりますご質問としてはどんな人はカウンセリングに向いていますかというご質問ですが答えとしては話すことで振り返りができる人とよくお答えしています カウンセリングが合いやすい例というところで見ていきますとまずは心理的な要素が強い脳の不調という要素が少なくて実際の問題であったり気持ちの葛藤であったりそういったところの要素が強い方だと適応になりやすいところがあります。そして取り組む意欲があるといううところどうしても案外カウンセリングで話すというのはエネルギーも使えますし振り返りを能動的にしていく必要がありますのでこの「意欲」というところが非常に大事な要素です。続いて 自分の状態を一歩引いて見られるというところ話すことで客観的に見て調整をしていくということが大事なのでその前提としては自分の状態を一歩引いいて見られるというとうころは大事です一方で合合わないい場合もあるというとうころですカウンセリングが合わない例というのを見ていきますと先ほどの逆になりましてまずは脳の不調が強いという場合そして取り組む意欲があまりないという場合そして自分の状態を見るのが苦手という場合になります。 ちょっと見ていきますまず脳の不調が強いという場合ですけれども例えば統合失調症で病気がありますこれは脳のドーパミンの過剰というもうまさに脳の不調がありますこういった場合にはカウンセリングで良くなるということはちょっと期待しにくい薬物療法はあくまでも優先になりますその上で社会技能の訓練などを主にグループなどにしていくことがありますそしてうつ病においても特に不安定なこと 時に関しては薬物療法でしっかりと土台を作ることは優先されます。脳の不調の良さを改善してからカウンセリングなどを検討することが多いです。不安障害や不眠症に関しては、これは人によって要素がいろいろですので、相性が合う場合もありますし、あまり合わない場合、両方ありえます。続いて、取り組む意欲がないという場合、カウンセリングは一見話すだけのようにイメージもあるかもしれませんけれども、 一歩引いて振り返って、自分自身組み立て直すという能動性の要素が非常に大事なものになります。自発性が必須です。そのため、周りが感染しなさいと言って、周りから連れてきたような場合に関しては、自発性があまりない。この場合は効果を期待しにくいところがあります。そして、もう無理に話させられるような感じになってしまいますと、これは逆効果になってしまうこともありえるところです。3つ目が自分の状態を見るのが苦手という場合です。 カウンセリングのいくつか要素ある中では一番の要点は、会話を通じて自己洞察をすると、振り返りをするということになります。そのためには、自分の状態を見る一種のメタ認知的なところが必要になります。これが逃げたとちょっと厳しいです。話して発散という方いらっしゃいます。ただ、話して発散だけでありますと、速攻性あるかもしれませんけれども、長期的にはかけされてしまうことが多いです。 その他いくつか弱点があるというところを見ていきます。カウンセリングその他の弱点というところです。一つ目は費用対効果の話。二つ目は心理的負担の話。三つ目が他の方法より良いとは状況によっては限らないという話になります。一つ目が費用対効果になります。どうしてもカウンセリング、典型的なカウンセリングですと、 心理団など相手を長期間定期的にある種拘束するという状況の枠組みのためどうしても高額になってしまいやすい自費だと高額になってしまいやすいですそして薬のような速効性や早めの効果というのはどうしても望みにくい時間をかけて気持ちを振り返って徐々に効果が出るというものになりますそして話してすっきりしたなどすぐ聞いたという効果に関しては一過性にとどまってしまいやすいところがあります あくままで本質的的的ななな効果は長期的なものになりますそれでが心理的負担とというところよく薬と違って副作用ないってい話があるんですけれども実際はいろいろ内政などを振り返ることにおいて話し続けるということをしますのでこれ心理的な負担がある状態的な不安定である方だとちょっと負担が大きすぎる場合があります。その中でも特に 過去を振り返るなどをする方法の場合に関しては負担が大きくなります。何でもかんでも過去を振り返ればいいというわけじゃなくて、振り返っても大丈夫な冷静さがある状態やと振り返るのが危ない場合があります。そして、精神的な不調な時、不安定な時に関しては、この振り返りが負担になりすぎて逆効果になる場合もあり得るというところです。三つ目が、他の方法より強いとは限らないというところ。会話を通じての 内面の洞察に関してはカウンセリングかなりの強みがあると思われます一方で他の効果に関しては他の方法で代用できるところもあり得るところです他の方法もあることを踏まえて相性であったり費用対効果であったりも踏まえて合う方法を選んでいくことは大事かと思われます他の方法の例というところで見ていきますとまずは知人と話すというところ発散ということは目的であれば カウンンセリングとととででなくてもも話すことで代用できるる部分があるかもしれませんそして自分で書物などから振り返って身につけていくというところ技術的なところに関しては必ずしも一対一のカウンセリングという枠組みを取らなくても自分で自己編纂的にやれる部分がある場合もあります。そして最近ではよく AI と話して整理するということをおっしゃる方もいらっしゃいます。 理論的な整理と現実的な対策というところであると案外 AI と話すことで見つかる場合もあり得るということは最近言われます今回はご質問カウンセリングで治療したいのを続いて見てきましたカウンセリングは長めの時間の対話の反復を通じまして精神面の改善を図る方法です会話を通じての内面の振り返りというところに特に強みがありますうまく合いますと 短期的というよりも長期的な効果を見込むところがあります一方、病名や相性によって合わなかったり費用対効果の問題ということもありまして合う人と合わない人がいるというのは現実的なところですご視聴ありがとうございましたもしよろしければチャンネル登録していただけると大変励みになります